伊東洋華堂奈良店は、かつて奈良県奈良市に存在したショッピングセンターである。伊東洋華堂奈良県を各店舗とし、60の専門店が入る。2003年7月10日開業。地上5階建て。2017年9月10日に閉店し、翌年4月24日からは、管理会社を変えてみなあらという名前で営業している。伊東洋華堂奈良店は、 伊東洋華堂の全国177店舗目、関西6店舗目として、奈良市二条王子南一丁目3-1の奈良蘇号跡地に開業した。なお、奈良蘇号跡地は2000年12月25日に閉鎖後、三越が大塚家具と共同出店を表明して2001年に断念と表明するなど、新店舗進出の動きがいくつか見られたものの、いずれも頓挫し、 2000年の祖合破綻時に閉鎖された店舗の中で再生が最も遅れた。伊東洋華道奈良店はかつて百貨店の奈良祖合であったことから当時伊東洋華道では最大級の規模としてオープンした。6列のエスカレーターや1.2階に残る特徴的な装飾天井、大理石を多用した内装、エレベーターのピヨピヨと円盤系の回転レストランを活かした。 展望台など、内外とも蘇合時代の作りを残した店舗となっている。ただし、蘇合時代のシンボルであった金色の冬目殿は撤去されている。2003年のオープン当初、近辺の競合する大型ショッピングセンターは、イオンモールが運営するなら、ファミリーだけであったが、2004年4月1日に、柏原市にダイヤモンドシティアルル2006年7月26日に、生駒市に、 イオンなら富ヶ丘ショッピングセンター2007年5月1日に京都府木津川市にイオン高野原ショッピングセンター2010年3月25日にイオンモール大和郡山など周辺には多数のイオン系大型ショッピングセンターが開店しているまた2004年4月24日に大和郡山市にアピタ大和郡山店2005年11月3日に 京都府聖火町に U タウン軽販らも開店、ユニー系のショッピングセンターも進出。しかし一方では、競合証券内における4系のスーパーの閉店が相次ぐなど、各社、店環境層が激化している地域である。2017年3月7日に、運営元のセブンアイホールディングスが、伊東洋華堂奈良店を閉店する方向で関係者と協議を始めていることを明かした。 2015年10月、セブンアイホールディングスは、業績不振を理由に、全国の伊ト洋稼働約40点を、平成32年度までに閉店する方針を発表していた。奈良店も、これまで通りの営業存続が難しいと判断され、平成29年度に閉店することが決まった。閉店後は、東京都に本社を置く、商業コンサルタント会社、 山木に土地と建物を売却する。売却後は、同社が2018年4月24日、観光型複合商業施設、ミナーラとして、リニューアルをオープンさせた。2017年9月10日20時をもって、伊東洋華堂奈良店は、予定通り閉店した。閉店後の20時25分からは、正面玄関前にて閉店セレモニーが取り行われた。なお専門店のうち、 4階の島村楽器とモンベル、奈良カルチャーセンターは移転せず、建物の大部分が工事で立ち入り禁止という異例の状態で2017年11月15日に営業再開した。その他の入居店舗は伊東洋華堂なら天平店に伴い、閉店となった。1階から3階までは伊東洋華堂専門店が入店し、4階より上は一部を除き、専門店街となっている。 内のフロア名は7階を除き閉店時点の各階、フロアガイド記載のものである。展望台水のフットサルプラザと展望台のある、公園飲食とサービスのフロア趣味と家電の、フロア子供と暮らしのフロア婦人、紳士ファッションのフロア食品と日用品、コスメのフロア領域からは、無料のシャトレバスが運行されていた。店舗北側及び西側に大規模駐車場がある。 祖合時代は有料だったが、伊藤洋華堂開店後は無料となった。2008年7月15日より、再び有料化され、パーク24によってタイムズ伊藤洋華堂、奈良県として運営される。また、店舗西側には洋華堂として再オープンした際に立体駐車場が建設された。ありがとうございます。